はいどうもこんにちは。今回作るのはこちら。SF シェイプアニメーションの作り方です。これね、めっちゃ便利なんですよ。なんかこう急ぎの仕事とか、SF っぽい表現をね、すごい短いスパンでやらないといけないときに、こういったですね、なんか SF っぽいシェイプアニメーションのパターンをたくさん作っておくと、それをですね、こう思考停止でピピピピピピピって入れてやるだけで、なんかこんな感じのね表現ができるという代物でございます。で使うエフェクトとかも特になくって、もう基本的なトランスフォームの機能とシェイプだけで作っていきます。で今回僕7種類シェイプアニメーション作ったんですけども、7種類作るだけでもここまでの表現が可能になるんで、今回の作り方を応用していろんなパターンを作っていけば、もうたくさんね表現ができるし、使い回しもどんどんできるんで、まあ、テンプレートとして何個かね作って使い回していただければいいんじゃないかなと思います。まあ、本当はその案件案件に合わせて細かいところのデザインとかを組んでいければ本当はいいんですけど、まあどうしてもやっぱ時間がない時ってあるじゃないですか。そういう時とかは非常にこれ便利なんで、今回はその一個一個のアニメーションの作り方解説しておりますんで、参考にしていただければなと思います。で今回のこのシェイプアニメーションの7種類は、僕が月額1000円でプロジェクトを配布しているダスト村の方で、配布しておりますので、もしよかったら概要欄の方から、行ってみてください。というわけで早速編集編の方行ってみましょう。はい、今回はこんな感じのものを作ります。なんか後ろににぎやかしがいっぱいドラーンと出るような感じ、まあ、テキストアニメーションは適当なんですけど、要はまあこういった使い回しをしやすい、ハイテクなシェイプアニメーションの作り方ですね。これについて解説していきたいと思います。コントロール N で新規コンポジションを作ります。コンポジション名はハイテックシェイプ01としておきます。で、幅が500ピクセル、高さが500ピクセルで、デュレーションは5秒ぐらいにしておきます。これで OK をします。今回はまあ僕はテレビ CM とかやることが多いんで2997でいきます。まあこのフレームレートは皆さん自分がよく使うフレームレートに合わせてやってみてください。ほい。で、シェイプを書いていきます。長方形ツールにしてコントロールシフトを押しながら書きます。で線の太さは1ピクセルで、コントロールホームでレイヤーの中心に持っていきます。でショートカットキーの R を押して回転を開いて45度を入れます。そうするとこんな感じで45度傾きました。でコントロールプラスセミコロンっていうのかな、違う、コントロールプラス R だ。コントロールプラス R で、定規を開いて、この定規のですね、見えるかな、この端っこの方に持っていくと矢印がこれになるの分かりますか。こっからこう下にピッて引くとこのガイドラインが引けるんですね。でこれをこの頂点に向かって、書いていきます。よいしょ、こんな感じですね。うん、いいですね。でこれでビューのガイドロックをチェック入れます。でついでにガイドへスナップも入れておきましょうか。はい。でこれでこの上から書くことができるんで結構便利です。じゃあこの上に書いていきます。ペンツールにしてこの辺に、よいしょよいしょよいしょと書きます。で太さを2ピクセルにしましょうか。で長さはちょっと長めに、こんなもんかな、
いいっすね。こんな感じにしておきます。で、コントロールオルトホーム、 Mac の方はコマンドオプションホームで、アンカーポイントレイヤーの中心に持っていって R で回転を開きます。で180度するとこんな感じで、何ですか、逆向きの鍵カッコになりました。でこれを、両方っていうか全四隅に持っていきます。よいしょ、こんな感じで、で R 開いて、何度だ、270度、これの繰り返しで四隅につけていきます。0度にして、よいしょ、 R を押して90度としておきます。はい、これでだいたい1個目のパーツができました。コントロールプラスセミコロン、 Mac の方はコマンドプラスセミコロンでガイドを非表示にして、でこのまずですね、このシェイプレイヤーのこれを真ん中からピュンと移動するようなアニメーションを作っていきます。まずそうですね、20フレームぐらいですかね、20フレームぐらいのところでこのシェイプレイヤー4つ選択した状態でショートカットキーの P を押すとポジションが出るんですけど、ここでキーフレーム全部打っておきます。で、0フレームの時に、このタイトルアクションセーフを出して、なんとなくこうとりあえず真ん中に集結させます。よいしょ、でこう真ん中の方行って、なんか若干隙間が空くぐらいの感じで、よいしょ、配置すると、こんな感じですね。でこれでこう広がっていくアニメーションができるんですが、ここを選択し、このキーフレームですね、キーフレーム選択して4つ最後のところで、コントロールシフト K でキーフレーム速度を出して、この影響っていうのがあるんですけど、これを 80% って言ってください。これですね、ここ 80% で OK を押すと、ありますか、ピュンと広がる感じになります。でこれに合わせてこのシェイプレイヤーの円も、コンテンツ長方形パスのサイズのところで0フレームの時はサイズが0としておきます。2つともキーフレーム選択して FQ で Easy Ease をかけます。で下後ろの方のキーフレーム選択してコントロールシフト K で、このキーフレーム速度のウィンドウを出して影響を80にしようかな、 80% にしておきます。そうするとこんな感じで、まあ、ほとんど同じ速度で出る感じになりました。でこの円のやつは出たら消えてほしいんで、この追加のところからよいしょ、パスのトリミングを追加して、これね、ここからパスのトリミングを追加してください。でこのパスのトリミングの開始点をキーフレームって、でまあ10フレームぐらいで消えていいのかな、どうだろう、で消える場所がなんか嫌なんで、パスのトリミングの中にはオフセットでマイナス90度ですね、マイナス90度にしときます。なんかもうこう大きくなってる途中に消えた方がいいかもしれないですね。よいしょ、で、この両方ともキーフレーム選択して
F9 で EG ゾイ出ます。で今度は手前の方のキーフレーム選択してコントロールシフト K で出る速度の影響を 80% にします。そうすると初めから消え出しててもいいのかな。いや、途中だな。うん、こんな感じにしておきましょう。で、この四隅のやつなんですけど、これも途中で消えるようにします。この辺ぐらいからショートカットキーの T で不透明度を開いて、100% に点を打って、そうですね。1フレーム進んで 50%、 1フレーム進んで 100%、 1フレーム進んで 0%、 1フレーム進んで 100%、 1フレーム進んで 0%、 1フレーム進んで 100% で、もう1フレーム進んで 0% みたいな、ちょっと点滅のねアニメーションを入れます。あ、いいですね。ここがこうビビッと消えます。でこのキーフレームコピーして上にも貼って、この上にも貼って、この4つとも全部貼っておきます。でここまでできたら、この一番下のこの四角形は5フレーム、3フレームぐらいかな、いや、3フレームぐらいか。3フレームぐらいからスタートにして、上のこの、この、よいしょ。これが、なんかこう、バラバラに出てくる感じ。もうちょっとずらすか、四角形。いいっすね。ヒュンと。こんな感じに作っておきます。はい。で、これで、一アイテム。完成です。で、こんなノリで、7種類ぐらい作っていこうかなと思います。はい、次。またコントロール N で新規コンポジションを開きます。で、ハイテックシェイプ02とします。じゃあ、今度は、そっか、ガイド引かんでもこれが出てたら楽ですね。ここのセンター、このタイトルアクションセーフの出てくるセンターポイントを参考にこうプラスを書きます。こんな感じですね。でできたらこれを真ん中にも置いとくか。真ん中にも、よいしょよいしょ、置いといて、コントロール D で今、複製しました。で、この隅に置いて、コントロール D で複製して、ここ。まあ結構このハイテク系のシェイプは、なんかこういうプラスとかさっきの鍵括弧とか、ああいうなんか、まあ、基本角度が90度で構成されたアイテムがなんか点滅したりビヨンって伸びたりすれば、まあ、本当にそれっぽくなるんで、自分でなんかいろいろ考えて作ってもらえれば、あと、ま、作ったアイテムも使い回しできるんで、それで使い回ししていきましょう。はい。こんな感じで配置しました。で、さっきですね、ハイテックシェイプ1で作った、この、これね、この1個を選択して、ショートカットキーの T で不透明度を表示させて、
この点滅のエフェクトをコントロール C でコピーしてこっちに持っていきますと。選択して、コントロール V で貼り付けます。1個だけまずいきましょう。でショートカットキーの U で開いて、よいしょ、この最後の1個を消しておいて1個前にずらします。でこれで全部コピーして下全部にペーストして手前にずらしとけば、こう点滅しながら出現するようなアニメーションができました。で出現してまたこの1秒ぐらいにしようかな。1秒ぐらいのところでこのキーフレームコピーしてここに貼り付けます。で最後は 0% にしておくと。はい。でこれをコピーして、このなんていうんですか、タイムラインのカーソルをこの最初の視点に全部合わせておいて、この下にも全部コピーします。そうすると全部消えると、出て消えるアニメーションができました。でもう消えるところで全部選択してオルトプラスカッコ閉じで切っておきましょう。OK です。でなんとなくこうそれぞれずらしておいてあげるとさらにそれっぽくなるんで、適当にずらします。こんな感じですね。ピピピピピピピッと。はい。そんでこっからこっちに向かってなんかラインがヒュンっていく感じのアニメーションを作ります。よいしょ、この辺からここら辺、よいしょ、で線の太さを1ピクセルにして、よいしょ、パスのトリミングをちょっと分かんなくなるんで下のこの十字架のやつはラベルの色を変えときましょう。ここをクリックしてオレンジとかにすると変わるんで、で、パスのトリミングを追加して終了点、うん、そうですね。15フレームぐらいのところで 100% 打って、で終了点を0にしてこんな感じにします。で5フレームぐらいのところで開始点に打って、20フレームぐらいのところで100にします。そうするとこう途中で消えていくみたいなのができるんですけど、この全部を選択して FQ で Easy Ease をかけます。でこの後ろの方を選択してコントロールシフト K で、キーフレーム速度を出して入る速度を 90% にします。で逆にこっちはこっち側を選択してコントロールシフト K でキーフレーム速度出して出る速度を 90% にすると。よいしょ、これでこんな感じのピュンっていうアニメーションができました。ほい。でこれの選択してアンカーポイントツールを選択して、このアンカーポイントをこの一番左下に持っていってあげます。こんな感じで、よいしょ。そんで分かりやすいとこやろうかな。これをコントロール D で複製して、回転で、よいしょ、90度でコントロール D で複製して、回転で、180度でコントロール D で複製して270度としておきます。そうするとこう四隅に向かっていくようなアニメーションができました。
で、これも同様になんかちょっとずらしておきます。よいしょ。なんか全部がバラバラに出た方がおしゃれなんで、はい、こんな感じですかね。で、なんかこの辺からこうヒュンって出るゴミみたいなものを作っていきましょう。ゴミって言うとあれなんですけど、線をなしにして、塗りを白にします。そんですごいねちっちゃい四角みたいなの書いて、よいしょ、これがここからこの左下まで移動するようなアニメーションを作ります。で、長方形の中のトランスフォームでやっていきます。よいしょ。位置のところをクリックして、よいしょ、この位置をずらしてあげる、ずらしてあげて、この十字架まで到達するようにします。で、両方選択して F キーを押して、後ろのキーフレーム選択してコントロールシフト K でキーフレーム速度を出し、影響の値を80とにしておくと。で、オルトプラスカッコ閉じでちょっと切っといて、これもちょっとラベルの色変えときましょう。ピンクにしとこうかな。はい、こんな感じでできたら、これを選択して、アンカーポイントツールにしてまた真ん中に持っていきますと。よいしょ、画面の中央に持っていきます。はい。で、さっきなんでトランスフォームの中の位置でやったかっていうと、こっちの通常のトランスフォームでやるとアンカーポイントごと移動しちゃうんで、これでやっておけばコントロール D で複製して R で角度を出して回転させると、この動きを持った状態のまんまこう複製して持っていけると。非常に便利なんで使い分けてみてください。で、180度で、コントロール D で270度にします。よいしょ。で、なんかこう先行してこいつらが先に行った後にラインが出るみたいな方がかっこいいんで、ちょっとラインを後ろにずらします。はい。はい。これで、なんかそれっぽいのが2つ目できました。で、まあ、こう、だんだん作って、皆さん分かると思うんですけど、なんか、途中になっていけば、こういったラインのやつとかも、どんどん使い回ししていけるので、なんかこれ切っとこう。なんか適当に。デュレーションを切っとくと楽です。はい、こんな感じでできます。で、まあ、そのさっきの話の続きですけど、途中まで作っとけば他のものに持っていくときにまたコピーして持っていけるんで、結構なんか手間じゃないですよ。その最終的には、例えばなんかこう今ヒュンって言ってますけど、この最後の方の余韻のとこにもなんかゴミがついてった方がいいなって時はこうやってつけてあげると、わかります？後ろからこうついていくようなアニメーションがつけれます。いいな、なんかちょっとあのにもつけちゃおう。よいしょ。で、どんどんねコピーしてやっていくと派生でいろいろ作れちゃうんで、
よいしょ。はい。こんな感じになりました。で、これで2つ目が完成という感じです。はい。じゃあ3つ目作ります。コントロール N で開いて、名前をハイテックシェイプ03とします。で、さっき作った、プラスのこのアイテムをコントロール C でコピーしてこっちに持ってきます。で、これの角度を45度にして、プラスをかけにしてください。で、まあ、これ適当でいいんですけど、なんかコントロール D でコピーして、なんかそれっぽい、それっぽいって言ったらあれですけど、適当になんか並べちゃいます。こんな感じかな。で、このこいつを複製してちょっと横に持っていって、1でここから点滅で出た後に、なんかこっちの方に移動するアニメーションをつけます。はい。で、できたらこの1のところの後ろを F9 でイージングかけて、コントロールシフト K で入る速度を 100% とかにしときます。そうするとこんな感じでヒュンと動くようなのができました。で、同様に、じゃあこの辺にしようかな。これをコントロール D で複製して、ちょっとずらし、こいつも、なんか、位置をちょっと、ちょっとだけ動かすみたいな。で、F9 でイージングかけて、コントロールシフト K で影響100にしとくと。するとなんかこう、わかりますかね。こいつ下に動かしますか、じゃあ。なんか途中で、こう、下に動き出すやつもいる感じで。よいしょ。違えた。F9 でコントロールシフト。じゃあこいつをコントロール D で複製してちょっと横にずらしてポジションを開いて、よいしょ、1でこっちから、違った、こっちから来る感じにします。で、 F9 をしてコントロールシフト K でこっちも影響100。そうするとなんか何かしらのプラスが移動するやつらみたいな感じになりました。で、なんかちょっと遊び心を入れるんだったら、テキストツールで、23とか打って、まあ、この辺に置くじゃないですか。で、テキストのアニメーターの文字のオフセットっていうのを入れて、これで文字のオフセットのこのキーフレームボタンを折るとき、 Mac の方はオプションキーの方を押しながらクリックして、タイムカンマ10と打っときます。そうするとなんか数値がずっと動くんで、
で、これでここの点滅のアニメーション全部コピーしてこいつにも入れます。よいしょ。で、こっちで切っといて、で、なんかこう追従したいやつがいたらこの辺持ってきて親子付けで紐付けてあげると、ここね、このピックイップで上に引っ張ってあげると上に追従するようになります。あ、間違えた、ごめんなさい。今テキストにリンクしましたね。このテキストの方を下にリンクします。あれ、あ、こいつか。そうだ。はい、ごめんなさい。こんな感じで。こうすると文字がかぶっちゃうから、この辺にしとくか。で、これでまた、このタイムラインの部分いじって、そんな、同時に出なくていいんで、バラバラにしちゃいます。なんか文字もう一個。よいしょ。なしにして。この上に動くやつと一緒にしよっかな。よいしょ。よいしょ。間違えた。適当に。こうして。で、数値を10とかにしておけば勝手に変わるんで。それで親子付けすると、うん、うん、位置がずれてる。よいしょ。こうしよう。いいですね。こんな感じでサクッと3つ目できました。で、これができたら次は円でも作ろうかな。コントロール N で、またちょっと地味な作業が続いてますが、こういうのをね、たくさん作っとくと本当に便利なんで。で、楕円形ツールにして塗りをなし、線を白で1ピクセルにして、よいしょ、書いてコントロールホームでセンターに持っていきますと。で、このシェイプレイヤーに追加でパスのトリミングを入れます。で、パスのトリミングの楕円形の楕円形パスのところのここの返し向きをこっち方向にします。そうすると、パスのトリミングの方向が変わります。で、開始点が、これでいいのか。終了点を0にして、終了点0から、20フレームぐらいかな。20フレームぐらいのところで100にすると。で、15フレームぐらいのところで開始点打って1秒ぐらいのところで 100% にすると、そうすると、まあ、こういうアニメーションができますよねと。で、全部選択して FQ で EGs 入れて、で、こっちの終了点の方をコントロールシフト K でキーフレーム速度出して影響を 80% で、今度はこの上の開始点の手前の方を選択してコントロールシフト K で出る速度を 80% にします。そうすると、うーん、ちょっと手前に持っていこうかな。10フレームぐらいから、あ、いいっすね。なんかスンと。で、
これをコントロール D で複製してちょっとちっちゃくします。で開いて追加じゃないや、楕円形の中の線の中に破線っていうのがあるんですけど、これで追加をします。でそうするとこう破線になるんで、こんな感じにできるんですけど、ちょっとずらしてあげて、キュンで、破線の線分を5とかにしようかな。そうするとかなり細かい破線になります。でここまでできたら、さっきハイテックシェイプ1で作ったこの4つ角をコントロール C でコピーして、このハイテック4の方にも持ってきちゃいましょう。で、よいしょ。で、1のアニメーションはなくていいんで、1は全部、この最後のエンドポイントのところに持っていって、消しちゃいます。そうするとこんな感じですかね。ここもちょっと点滅して出てきてほしいんで、なんか頭の3つぐらいをコピーしてここに貼っておきますか。よいしょ。そしたら微妙に点滅して出てくる。わかんない。もうちょっとコピーした方がいい？頭の5つにしましょうか。頭の5つをコピーしてここに貼っつけます。よいしょ。いや地味なんですけどね、こういう一個一個作っとくと本当に後が楽なんですよ。はい、こんな感じですね。ピピッと、これで4つ目できました。なんか一個一個作っていくとだんだんスピードが上がってきていいんじゃないかと思います。あー、なんかせっかくだから、いやいいか。はい、でコントロール N で作って、ハイテックシェイプ05とかにしときます。でさっきハイテックシェイプの中で作ったこの線のやつですね、これをコピーしてハイテックシェイプ5のところに貼り付けます。でこの角度を何度だ、真横にしたくて135度、135度か、35度でしておいて、でもっと線を長くしておきます。こんな感じにします。でこの消えるアニメーションだけあればいいんで、ショートカットキーの U で開いて、終了点の方をなしにしたらいいのかな。終了点 100% にして、こんな感じですね。はい。で、これを、コントロール D で複製して、なんかいっぱい複製します。適当に。はい。そんで。割となんか真ん中に集結させておこうかな。はい、こんな感じで集結させておいて、全部選択してショートカットキーの P で開いて、最初のところに1のキーフレーム打っておきます。で、割と早めに
なんかこうこんな感じで広がっていくようなアニメーションを作ります。で、全部線の全部のキーフレームの最後を FQ で EGs かけて、コントロールシフト K で出して入る速度を 80% にします。そうするとこんな感じになるんですけど、この辺もちょっとコピーして、ちょっといろいろ位置を動かすんですが、そうだな、これ上に行きすぎな気がするんで、こんな感じにします。で、これでそれぞれずらしてあげると、こんな感じでいいと思います。で、これで5種類できたと。あとなんか作ろうかな、なんか派生で作れるのが、もう一個なんとなく作りますか。じゃあコントロール N で、開いてハイテックシェイプ05と、違う06とします。で、このシェイプの2のところからまた直線を引っ張ってきて6に貼っつけます。で、なんかどうしよっかな、なんか幾何学模様みたいなの書いていきましょうか。135だったよね。はい、こんな感じで、なんかマジマンジみたいになってきたけど、3本ぐらいでいいか。で、さっきなんか数値をピーピーピーって動くやつ作ってたじゃないですか。これをコピーして持ってきます。そんで、なんかこういうところに、よいしょ、適当に。で、全部の数値をなんか変えときます。なんか適当に打ったらランダムな数字になると思うんで、こんな感じです。うん、ほい、なんかちょっと動いた方がいいのかな。キュンと出たらこっちからこの角まで移動するみたいな。よいしょ、どうしようかな、こんな感じでいいのかな。
うん、なんか適当に動かすとそれっぽいですね。コツはこのラインに沿ってこの辺に動きましょうか。で全部選択して EGs かけて後半だけコントロールシフトで速度 80%。 うん、 OK、 こんな感じで6種類作りました。結構時間かかりましたねまあ1個あたり10分ぐらいはかかるんじゃないかなと思うんですけど、まあこうやって6種類ぐらいできたら、まああとはね、いろんなテキストアニメーションを使っていくだけです。じゃあちょっとサンプル作ってみましょうか。コントロール N で、プリセットを HDTV の 1080-2997 にします。はい、で HDTV の 1080-2997 にします。でコンポジション名をじゃあハイテックテキストとしましょうか。そんでここに作ったやつをなんか全部並べちゃいます。わかりますか？なんか重ねるだけでもそれっぽいじゃないですか。でこれをなんかちょっとサイズとか全部ちっちゃくして、まあ、まずはちょっと均等に並べてみましょうか。よいしょ、いきます。こんな感じに、ね、なりますよね。はい、じゃあなんか適当にダストマンとでも打ちましょうか。ダストマンと打ってサイズをちょっと大きくして、なんか良さげなフォントにします。まあちょっとなんか SF っぽい感じがあった方がいいんでしょうけど、まあ、今回これでいっか。これで、線だけにしたのと、コントロール D で複製して塗りだけにしたやつで、この塗りの方の不透明度をちょっとこう 50% ぐらいにしてあげるとそれっぽくなるんですけど、でこっちの方にちょっとずつパーツごとにこうパーツというかこの それぞれのアイテムの後ろに出るようにしてあげて、よいしょ、ちょっと A が足りないんで最初のから持ってきます。でなんかちょっと角度を変えたりして、やりますと、よいしょ、ちょっと大きくしようかな。そんでこの一旦じゃあ上か下の線のダストマンは消しといて、この上の方だけで簡単にアニメーションつけていきますね。アニメーターで、不透明度を入れて、0にして、範囲セレクターの開始でいいんだよね。開始を0から10秒ぐらいで100にしますと。
で、コードの中のこの滑らかさをゼロにします。そうすると1個ずつパパパパッと出るようになります。はい、こんな感じでできたら、ここにエフェクトのブロックノイズを載せます。ブロックディゾルブ、これね、ブロックディゾルブ、これを入れますと。そんで、変換終了の 0% を10フレームのところで打って、変換終了の 100% を打つんですけど、ちょっとブロックが細かすぎるんで、これでちょっと大きくさせてあげつつ、どんぐらいだろう、35の35ぐらいかな。で、ショートカットキーの U で出して、よいしょ。こんな感じにして、で、この線の方は点滅で出るようにします。 0% から1フレームで、まあ 30% ぐらいで、2フレーム後に0、1フレーム後に100、1フレーム後に0、2フレーム後に100みたいなしといたら、そんでちょっとずらして、こんな感じになりましたと。で、なんか細かいアイテムがたくさん動いてた方がそれっぽいんで、例えばこの最後に作ったハイテックの6とかを、こうちょっとそれっぽいところに置いとったり、まあ、なんかちっちゃいパーツがたくさん動いてるとぽいんですよね。よいしょ。あとそうだな、このハイテックシェイプの01を、01をコントロール D で複製して、この中の四角形がないやつ、ないやつも作っておきましょう。これね。で、このシェイプ7を入れて、なんか適当にこの辺とかに入れといてあげると、で、それぞれ時間を雑にずらしておきます。そうするとなんかこう、わかりますか？ファンと出てくる感じ。で、ここまでできたら、コントロール、オルト、Y で調整レイヤーを入れて、トライトーンを入れます。トライトーン。これです。トライトーンを入れます。よいしょ。で、このハイライトの白の部分を、なんか、あえて、赤とかにしようか。
あえて赤とかにしておきますね。で、コントロールオルト Y で調整レイヤー増やして、今度はエフェクトのグローを適用します。グロー、これです。これを適用して、グローの色位置を下げ、グローの半径を、30ぐらいにしておきます。で、グローも1個増やして、で、グローの色位置をちょっと開ける、25ぐらいにして、半径を何もかな。はい、グローをですね、1個目を 25% の30の 0.5 にして、2個目を 25% の80の 0.7 にしました。で、このちょっと光が強くなりすぎてるんで、ほんのちょっとこの上にかぶせた透明の文字を15% ぐらいかな、 15% ぐらいにしておきます。そんで再生するとこんな感じで、なんとなくハイテクっぽい文字ができました。まあ、もっとね、いろんなアイテム作れば、例えば全体に入るグリッドとかね、そういうものを作ればもっともっとそれっぽくなっていくんですけど、こんな感じでね、とりあえずはいいんじゃないかなと思います。まあ、なんか余韻もあってかっこいいし、いろいろ、まあ何でも使えるんで、こういうアイテム作っとけば。で、今は四角で作りましたけど、例えばこういうフル HD の横長のサイズで出てくるようなやつとかも作っとくと、もっとね、賑やかにできると思うんで、今こう一文字単位で計算して作りましたが、もっともっと詰めていけばいい感じになっていくと思うんで、やってみてください。というわけでね、今回は汎用性抜群の SF シェイプアニメーションを作ってみました。ご視聴ありがとうございました。